まずは色のついた面を内側にして折り紙を三角に半分に折りますこれを縦にしてさらに半分に折ります開いて右の角をてっぺんに合わせて折ります 左の角もてっぺんに合わせて折りますそしてこの部分をめくるんですが下の角から2センチぐらいのところでめくって紙のこの端をこの角に合わせますこの位置で折ります 左側も下から2センチで、端は紙の角に合わせて、このように折ります。そしてこの角を立てて、この部分を少し広げて、まっすぐに上から潰します。 反対側も同じように角を立てて中を少し広げて上からまっすぐにつぶします次にこの部分を一度上に閉じてこの部分をこの線に合わせて 先っぽから細くこのように折ります。閉じて、今度は反対側を閉じて同じように先っぽから細く折ってこれを閉じます。こちら側も同じように半分に閉じて先っぽを 細く折って、閉じます。反対側も閉じて、先っぽを細く折って、今度は開きます。これを裏返して、上の角を下に向けて大体2センチぐらい、このように折ります。そしてこの真ん中から、この角の 真ん中までを斜めに折ります反対側も同じように次に横にしてこの両側の角を折るんですがこの角のまっすぐと合わせるように折ります 反対側も、この角のまっすぐに合わせるようにめくって折ります。表にして、最後にこの下の角を小さく折ります。少し折ってみて、もう少し、だいたい5ミリぐらい、角を裏側に折ります。 これで折り紙の部分は完成です。これに顔を描いていきます。角の下側から目元までを鋭い半円状の目を描きます。目自体は簡単なんですが、 難しいのが左右ぴったり対称に書くことで左右のバランスに注意して書きますちょっと左側が大きくなって。 でまだ大きいちょっと消しゴムで直しますこんな感じです。 もうちょっと直して黒目は楕円形の小さめでやや真ん中寄りに描きますこちらも左右のバランスに注意します 黒目の中に瞳を描きます。顔の先に腹の穴を描きます。これに色を塗っていきます。水色のマーカーで黒目の部分を塗ります。 黒いペンで目の縁取りをして瞳を描きます。腹の部分も描いて、最後に白いペンで白目の部分を塗ります。これで メガミュー 2X の完成です。